身近な人を大切に3歳ぐらいの時から毎日のように遊んでくれた一個へのお兄ちゃんがいた成績優秀でスポーツ万能しかも超優しい一人っ子の俺にとっては本当にお兄ちゃんみたいな存在だった小学4年生の時一緒にサッカーをしていて林に入ったボールを取って戻ってきたら兄ちゃんが倒れていた 慌てて抱き起こしたらおうとしてしまい、その時は風邪をひいているからと言われバイバイした。しばらくして、兄ちゃんが入院したと聞き、病名も知らないのに、お見舞いに行った。退院はできたけど、学校にはめったに来なくなった。外で遊んじゃいけないらしいので、毎週土日は、兄ちゃんちに、ファミコンをやりに行った。よく兄ちゃんのママから、来てくれて、ありがとうね。 と言われ、近所のおばちゃんからは、ナオんと遊んでるなんて偉いわね。と言われた。言葉の意味が、俺にはさっぱりわからなかった。は友達なんだから、当たり前のことじゃないのまだ、純粋に、そう思えるほどの子供だった。しばらくしたら絶対よくなって、また外で遊べると思っていた。親にも、兄ちゃんのママにも、 そのうち良くなると言われていたし、ある日、やけに、兄ちゃん宅に抜け毛が多いことに気づいた。身長も、俺の方が上になったし、外に出ないから肌は真っ白だし、腕もすごく細いし、そのことを親に話したら、脳腫瘍という難しい病気なんだよ。と初めて聞かされた。兄ちゃんがあまり長くないということが、なんとなく分かった。それから 急に顔を合わせるのが辛くなった。遊びに行く機会がだんだん減っていって、最後は全く遊ばなくなった。ある日、晩飯時のニュースの病気と戦う中学生という特集に兄ちゃんが出ていた。見るのが嫌になってチャンネルを変えたら、親に思い切りビンタされた。再び会うことになったのは、それから2年が過ぎた頃。兄ちゃんが、 パンの中に入っったた時だった兄ちゃんのママから何か言ってあげて」とすごく優しい声で言われた。俺が遊びに行かなくなってからどんな気持ちで毎日家の中で過ごしていたんだろう。そう考えたら胸が張り裂けそうになって何も言葉にすることができなかった。結局自分のことしか考えていなかった。 もっっっとたた。くさん会ってあげればよかった本当にごめんね。謝っても謝りきれないけどあれからは身近な人をもっと大切にしようと思えるようになったんだ。今年もお線香をあげに行くよ。